コムウェア3272便墜落事故とは1997年1月9日にアメリカ合衆国ミシガン州で発生した航空事故である。同景気のエンブライルエンブ -1201997 年1月9日、コムウェア3272便はシンシナティノーザン県タッキー国際空港を出発し、デトロイトメトロポリタンウェインカウンティ空港へ向かっていた。 3272便は、同空港へ着陸侵入中に、約20度の左旋回を行った。通常ならば、水平に戻るはずが、機体は傾き続け40度にまで達し、待機速度は145ノットまで減速した。その後、突然機体が左に146度傾き、50度の角度で降下し始め、そのまま空港の18枚入手前のモンロー群。 レーズンビル軍区に墜落した。この事故で登場していた全員が死亡した。ビブの残骸国家運輸安全委員会は考えられる事故原因として飛行中に着氷した場合の操縦についての基準が不十分であったことを挙げた。具体的には着氷条件における適切な最低待機速度を連邦航空局が定めていなかったためで薄く荒い氷の層が事故機の揚力面に 形成されると機体が操縦不能となるのを防げていなかった。また、着氷条件下の飛行エンベロープ加減付近でフラップを格納させたまま飛行させるという乗組員の判断も事故の要因の一つとなった。事故以前、コムエアはフラップの状態に応じた最低待機速度や着氷条件下での最低待機速度を明確に定めていなかった。ありがとうございます。